こんにちは、久しぶりのね動画になります、もう2週間ぶりくらいになるんじゃないかなと思うんですけど、まあね、春のノウハギでかなり忙しくしてまして、動画はねちょこちょこ撮ってるんですけど、まあ、なかなかもう編集アップができてないというのがね正直なところです。今まあやってるところことといえばね、まあブドウ苗木の植え付けなんかもやってますし、梨だとまあ鉄火小袋掛けという作業をねやってます。で、まあまあちょっと前に、ね、ちょっと前に撮った映像は、こんな感じでねブドウの植え付けをしました。植え付けた後はね、まあ、ここの口というかなり首の部分をねしっかり押さえて、まあ、隙間をなくしてやるという作業になります。ただ今回ねちょっと土がかなり、乾いてない状態、まあ、湿った状態でね、畝立てをしているので土がサラサラじゃないので押さえるのがかなり大変です。あえてね、ブドウの苗木のね植え付けをします。なかなかね土の状態が良くならない、雨が降ってね良くない中での作業だったんで大変だったんですけれども、今日はですね、今度はその植えるためのね、ブドウの苗木の畝立てをしたんですけれども、まあこれもこれでねなかなか大変でした。ブドウ苗木のね植え付けをしてるんですけれども、残り植えれるところがねこの1列だけになりまして、今次の畑をね、植えれるように、すいて、これからマルチを張るんですけれども、最近ねもう定期的に雨が降って1回のしかも雨の量がね、多くてですねなかなか土が乾かないというね、今もねすいてるんですけど、もうちょっと乾いてほしいなっていうのが正直なところです。まあとはいえね明後日もまた雨が降るということで、明日ももしかしたら降るかもしれないということなのでね、もう今日やってしまわないともうまたできなくなる恐れがあるので、ちょっと無理やりでも今日マルチ張りをね、やります。ちょっとまだねダマが多いので、本当言うともう少しね乾いてほしいのが本音です。畝立てをしてね、まあマルチ張って、まあ今年予定してるね植え付けの本数分は多分今日のであれでいくんじゃないかなと、
まあもしね足らなかったら、まあまたもう一枚ね、畑があるので、あちらを追加で、まあ畝立てをするという形になります。まああれはまあ苗の状態を見ながらということになるので、まあなんとかね、植える作業を頑張っていきたいなと。で、まあ梨の方もね、今年は本当花が咲くのが早かったせいでね、鉄火小袋掛けがね、かなり、大変な作業というかね、忙しくしていますし、まだね、まあさっきも言ったんですけど、定期的な雨が降るせいでね、まあ草がよく伸びるんですわ。このね、大変、この草刈りがね、結構大変で、ほんとね、まあこの春の忙しさが、まあ例年にないぐらいちょっとね、いろんなことが重なって、バタバタしてるというのが現状です。先日ね、は、ちょっとね、マダニに刺されました。結構この腰の辺なんですけどね。なんか朝起きて痒いなと思ったらね、マダニがいたというね、即病院に行って取ってもらったんですけど、やっぱりまだね、ちょっと痒いので、まあ、ちょっと絞り出さんといけんかなとは思ってるんですけれども、まあ皆さんね、じゃあ今年もね、そのダニの活動が早いなと思いますし、ちょっと例年にないぐらいやっぱり数が多いとかね、今までね、あまり気にせね、しなくていいところにもね、結構いたりして、ちょっとね、山に入ったりとか、まあ罠のね、チェックしたりするのがね、かなりいろいろ気分を使います。で、捕獲の方はね、今日はね、くくり罠空振りでした。くくり罠なんですけどね、空弾きしてますね。もう一回仕掛け直したいと思います。この時期はですね、まあ新芽がね、あちらこちらで出てきてるのでね、鹿はね、無理にその警戒するようなところの餌は食べに来ないですね。まあイノシシがもうちょっとしたらね、ウリボを連れてうろちょろするので、まあウリボが取れるんじゃないかなと思っております。これからちょっとね、で、またね、猟銃今年僕ね、取る予定なんですけれども、あれの手続きをね、結構しないといけなくて、この間ね、警察にね、手続きの方法とかちょっと聞きに行ったりして、ちょっと本当7月ぐらいまでかなりバタバタしそうかなと。うん。まあ、相変わらずね、こんな感じです。取り留めのない動画になったんですけれども、まあちょっとね、頑張っていきたいなと思います。はい。今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。以前ね、箱罠、これにね、カラスが入ったことはあるんですけれども、今回はね、トンビでした。何を食べに来たんだろう。